はい、皆さんどうもこんにちは、こんばんは、ピーマンです。そういうわけで今回ですね、サクサクセス2で、ピッチャーとバッターの方を作っていきたいと思います。サクサクセスを知らないという方に簡単に説明しますとですね、超簡単に超お気軽にですね、選手が作れるモードでございます。5分とかそれくらいですね。運が左右するゲームなんで、運に左右されるゲームなんでね、まあ下手くそな選手を育成するサクセスが苦手なね方でもね、まあ気軽に強い選手が作れるんですよ。僕みたいなうんこでも作れる。でも作れない場合もあるんで、その辺は要注意だ。ちなみに今回作った選手はですね、ペナントで回してみたいと思います。回してみた結果ですね、コメント欄に書いておきますので、もしよければ見てください。 OK、 じゃあまずはピッチャーから作っていきましょう。ゲームスタート、レッツゴー。 OK、名前はピーマンでいきたいと思います。ピーマン、ピーマン A にしときますね。ピーマン A はピッチャー、 OK。 利き腕設定は右投げ右打ち、投手、オーバースロー、これ何にしようかな。じゃあ僕の誕生日でいきたいと思います。24日僕の誕生日なんで24。チーム名は、球団は横浜で、そしてね、カードはですね、これカードを持てるんですけど、いろいろなカードがあるんですけどね、とりあえずまずプロ入りカード、これ持ってるだけで効果ありなんですけど、体力がゼロになってしまってもプロ入りができるというカードなんで、これとりあえず入れときましょう。そして変化球カード、これ持ってないのか、これでいいか、これでいきましょう。変化球カード、変化球ピッチャーになりたいんで、 OK、 レッツサクサクセス、強い選手を作るぞピーマン。サクサクセス、言いにくいよね。サクサクセス、サクサクセス、サクサクセス、サクサクサクみたいになるけどね。 OK、 ステージ1ですね。今現在の能力はこのようになってますね。球速126、コントロール G、スタミナ G、 変化球1、これはスクリューとか進化系のあれですかね。 OK、ちなみに上の体力がなくなるとですね、ゲーム終了なんで、その辺要注意だけど、僕はねプロ入りカードというのを持ってるんで、体力がゼロになってしまってもね、クリアできるんで、その辺は安心ですね。OK、 とりあえず全体マップの方を見ていこう。ガンダーいるね。ガンダーゴールは遠くにある。青マス踏んでいきましょう。青マスが、プラス能力、赤を踏むとですねマイナス減るんで、その辺要注意。 OK、 踏む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 よ、レッツゴー。ガンダーいるね。ガンダー待ちなさい。ガンダー OK、 ガンダーに出会いました。ワンワン加えてるアイテム、なんか新竜カードなんだこれ。 OK、 無地パネルが青パネルに変わりましたね。 OK、 めちゃくちゃ増えてる、これいいね。変化球上にある。とりあえず今拾ったアイテムは何でしょうかね。持ってるとちょっぴりいいことがあるらしい。なんだそれは。 OK、 とりあえず青を踏みましょう。青を踏む。 OK、とりあえずスタミナ踏んでの、じゃあ今回これにて終了だね。ワンステージ目はこれにて終了。体力の方も気遣いながらね、最高5個あるんでね。 OK、5個のステージクリアしたらいいんで、ちなみにこの画面で選手登録と押せばもうこの時点の能力でですね、終了できるのですが、まだピーマンはやめない。レッツゴー。ステージ2、青パネル天国ステージ発生。どういうことだ、青パネル天国。とりあえず宝箱の方に向かいましょう。請求超人で OK、そしておにぎりを踏もう。おー、選手に出会いました。加賀選手スタミナ4。どれ行こうかな。 OK、 いやいやいや終了しないよ。ノン、どこに行く、ちょっと逃げすぎあんた。藤江スタミナ4。ノン、これで OK。 あー、スタミナなくなってきた。ノン、これでいいでしょう。これでいきましょう。ステージ2はこれにて終了。うわ、しょぼいなー。 OK、ステージ3の方やっていきたいと思います。ちょっと待って、しょぼいなーこれ。宝箱が1つ、選手が1人。ちょっと待てよ。ちなみにあのハテナ幕はね、いいこともあれば悪いこともあるんで、
まああまり踏まないようにしていきたいとは思うのですが、これ踏まないといけないな。どっち行こうか。こっち行こう。体力ないんでね。宝箱、オッケー、近くにあるね。あ、こっちから行けないのか。最悪だ、これ。オッケー、選手に出会いました、太田選手。ちょっと待てよ。これ行けるか？これきつくないっすか？ゴールすらちょっと危ない。ノン、ザメ。オッケー、体力回復。来た、これ、ありがとうさん。いいことですね、今な。急速超人で。急速が6上がった。とりあえず、おにぎりを踏もう。オッケー、体力プラス9、ありがとうさん。これは嬉しい。オッケー、ステージ3はこれで終了したいと思います。あぶねえ、ギリギリね。オッケー、ステージ4の方プレイしていきたいと思います。全体マップの方を見たら、おお、何かいるね。選手がいる。とりあえず宝箱があそこ。踏んでいきましょうか。宝箱に向かってレッツゴー。これ変化球アップ。オッケー。請求超人で。ノン！誰だ？オッケー！葵ちゃんナイス！かわいいね。オッケー、葵ちゃんの方が来ましたが、これね、会えないね。会いたいんだけど、ちょっと遠いな。ノン、どこに行く？藤井選手に会った。左打者が得意になった。待てよ。ステージ終了、そんなことはさせない。おにぎりを踏もう。レッツゴー。どこに行った？待て、行かないで。葵ちゃん。待ってくれ、行かないでくれ、やめてくれ、あいつのところには。野球マンは新たな人助けのため。いや、俺助けてもらってないんだけどな。おお、やべえ、ブスが来た。このブスに飛ばされると体力が減るんで要注意。ゴール、オッケー、ゴール目指しましょう。ステージ4クリア、これでいいですね。ステージ4はこれにて終了。ちょっと待てよ。これ最終ステージでございます。最終ステージなんです。最終ステージはですね、ゴールに着いた瞬間それでクリアなんですが、僕はですね、もうこのプロ入りカードというのを持ってるんで、もう体力がゼロになってもプロ入りできるんで、もうゴールの方は目指さずやっていきたいと思います。宝箱があそこにある。 OK、 大原コントロール4、スタミナ1、やるキャップ。とりあえず宝箱ゲッチュ。 OK、請求超人で。ちょっと待ってくれ、スタミナが低いな、ピーマン。ノン、ダメ。下逃げよう、下逃げよう。危ない危ない危ない。これどこ行く。ちょっとね、あまり、これはね、あのブスどこ行ってる。オッケー、あのブスあっちに行ってる。オッケー、あとは5マスのみ。オッケー、選手に会った。球速3上がった。ノン、ダメ。オンマイガー、体力切れました。が、プロ、この時点でね、プロ入りカードが持ってなければ、この時点で終了なんですが、プロ入りカード持ってるんで、とりあえずクリア。なんとか滑り込みでプロ入りできた。ちょっと待ってくれ、これはちょっとひどいね。ピッチャーひどいぞ。スタミナがなさすぎるな。オッケー、顔設定の方していきましょう。お任せで適当にやって、これにですね、形、眉毛の形、これをすべて緑にする。髪の毛、色、そしてあの髪型はどこにある。これですね、ピーマンの。 OK、目は適当にですね、形すべて緑でやっていきたいと思うんで、ヒゲ適当にヒゲつけとこう。緑のヒゲ、体型は普通でいいや。
レンズの色。オッケー、これでいいでしょ。ねえ、フォーム、当番タイプ。当番タイプね、これ、抑えタイプにしたいと思います。スタミナがないんでね、プロフィール。この辺はいいか。OK、これで OK。ピーマン A の能力はこのようになりました。対打者、4。球速147、コントロール A。スタミナがない F。変化球ストレート H シンカープラ、2ですね、変化量2。スローカーブ1と、しょぼい。実にしょぼい。最悪だね、これ。これでね、ペナントの方回していきたいと思いますので、コメント欄の方見てください。じゃあ今回ね、引き続き、ですね、打者の方を作っていきたいと思います。バッターの方を作っていくぞ、ピーマン。いや、しょぼいね。あれでペナントどんな結果を出せるのか気になるんだけどね、その辺は。ちなみにピーマン A とですね、今から作るピーマン B はですね、同じチームに入れてやっていきたいと思いますのはね、サクサクセス、OK。ゲームスタート。次はバッターだ。今から作る選手の名前はピーマン B にしたいと思います。バッターですね。ピーマン。ピーマン、あ、違う、エース、OK。ピーマン B。OK。このバッターはですね、右投げ左打ち、いや右投げ両打ちにしましょう。オッケー、外野手にしときましょうか。外野手、一本足打法、一本王さん、横浜 DeNA、カードはですね、何使いましょうか、これ。とりあえずプロ入りカード、これは持っときましょう。そしてですね、バッターの方はですね、パワーのある選手を作りたいと思うんで、パワーのカードを持っていきましょう。OK。これでやっていきたいと思います。先ほどと引き続き、プロ入りカードを持ってるんで、先ほどのように体力が0になっても、失敗ではないんで、とりあえずあのカードを落とさなければね、カードを落とすことがあるんですよ。あの、ハテナマスに。ハテナマスを踏むといいこともあるんでさ、悪いこともある。これでね、落とす可能性もあるんで、ハテナマスは要注意なんですよ。OK、現在の能力は弾道1、ミート F、パワー G、走力 F、肩力、守備力、エラー開始、すべて G ですね。全体マップ見ていきましょう。おお、宝箱がある。OK、行きましょう。レッツゴー、レッツゴー、レッツゴー、レッツゴー。OK、なんだ?守備力超人ね。ピーマンはね、守備力にあまりこだわりないんで、ちょっと、いらなかったかもね、今のは。選手に会おう。誰だ?鶴岡選手に会った。エラー回避7。いるか ?OK。まだクリアしない。OK。レッツゴー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 。オーマイガー、シャッフルマスね。じゃあもうこれクリアしましょうか。こっち行って。まだ、残りこっち行って。OK。これでいい。ワンステージ目はこれでクリア。ちょっとパワーの方が鍛えられてない。はい、じゃあ、ステージ2やっていきたいと思います。おお、ゴールが横にあるね。選手が2人いるね。あれは誰だ?とりあえず会いに行きましょうか。ノン、ダメ!これも最悪だな。シャッフルマス踏まないとダメか。どこに出る?オーマイガー、遠くなってるね。とりあえず踏んで、レッツゴー、来ない。来てくれ、ジョニー。お前は後でいいや。お前は後でいい。いや、待て。まだクリアしない。基本能力、オーマイガー。いや、いいね。今のは大して変わりない。お前はそうか。あの努力は裏切らない。頑張れ。おー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 。ヒディディちゃんに会いましたね。女子報酬。オッケー。守備力7上がった。ありがとう、ヒディディちゃん。これも可愛いキャラクターだ。OK。とりあえずちょっと出張。こちらのマスも踏んでいきましょう。どっち行こうかな。ハテナマスはちょっと危ないんでやめとこう。OK。ゴール目指しましょうか。待ってくれ、ジョニー。ダメ。人気者になった。Oh my god。パワーマイナス1。OK。次のステージ行きましょう。
最悪ね、あいつも中村ちょっと来てくれこっちに。OK、ステージ3の方プレイしていきたいと思います。ここはですね、選手1人、宝箱1つ、比較的に少ないですね。とりあえず、上に上がる。なんだかいい気分だ。 OK、 体力回復ありがとうさん。おにぎります。どっちに行こうお前。 OK、 対エラーいらないんだよな。エラーはエラーばかり上がる。ちょっとね、エラーはいらない。うん、こっち行けないんでこっち行きましょうか。 OK、 宮崎選手守備力7。待ってくれ、守備力だけが上がっていく。 OK、 OK、 アイテムカード手に入れました。ラッキートレジャーカード見ていきましょう。どのようなカードですかね。宝箱の中身がランダムでお得になります。まあ、宝箱がある前提ですね。 OK、 ステージ3はこれにて終了。ダメダメダメ、ちょっと待って、ひどいぞ。ステージ4の方プレイしていきたいと思います。宝箱が1つ、選手が1人。ちょっと待ってくれ、ひどいな。弾道1、パワーがない。ガンダーと選手が1人いますね。宝箱の近くにゴールがある。シャッフルマスは踏まないように。 OK、 選手に出会いました。筒香選手、肩力いらない。オーマイガー、このブス来ちゃった。早いね。どう行くピーマン。 OK、 とりあえず目指しましょうか。急に気分、オーマイガー、気分悪くなった。最悪ねこれ。ちょっと待ってくれ、これひどい。ハテナマス、ちょっと待って、持ってたカードがパワー強化カード、よかった。これね、もう仕方がない。宝箱は捨てていこう。潰される。 OK、 ゴール、とりあえずクリア目指しましょう。 OK、最終ステージでございます。僕はプロ入りカードを持ってるので、もうゴールは踏まずにね。いやもうこれやばいね。おお、選手いた。 OK、 これちょっとしょぼいぞ。積極守備いらないいらない。宝箱が1つ、上にあるなこれ。ハテナマスは踏みたくないんだよね俺。とりあえず選手に会いに行こう。おー、肩力、ちょっと待って、ちょっと待って、ひどくないですかこれ。 OK、 宝箱 OK。 ちょっと待って、対エラーとかいらないんだよ。うわ、ブス来ちゃった。 Oh my god。 OK、 シャッフルマスの方踏んでいきましょう。どこにいた。なんだかいい気分、体力回復ありがとうさん。どこに行く。おい逃げんなってお前。ダメダメダメ。あ、もうこれ全部変わってるね。エラー回避になってるわ全部。なにこれ、ちょっと待って、エラー回避だけが上がっていく。ちょっと待って、行かないでくれ、行かないでくれ、待ってくれ。オーマイガー、ちょっと待って、あのね、エラー回避マス踏んだんで、エラー回避しかない、青能力。最悪ね、これ。どうしようか。下行こう。葵ちゃん来た。Are you ready? Are you ready? 3, 2, 1, 0. ボムーン。うわ、これ最悪だな。葵ちゃんに会いたいけど、もう体力が足りない。あ、みずきちゃんだわ。みずきちゃん会えない。オーマイガーなんだこの選手。 OK、 一応クリアしました。プロ入りカード持ってるんで。何この選手、面白い。エラー回避率 A とかね、やばいだろ。その他しょぼいのにね。うわ微妙なんだこの選手。顔設定していきましょう。とりあえず、顔はお任せからの顔編集。肌、髪の毛はね、ピーマンのシンボルともなるあのボッサボサのもっさり。 OK、 眉毛眉毛 OK。ヒゲのみ、ヒゲはやっぱこのスタイルじゃないとダメ。
OK、これでいきましょう。能力の方見ていきましょうか。OK、これで OK ですか。初級丸、その他能力はついてないです。弾道1、ミート D、パワー F、走力 E、肩力 E、守備力 D、エラー回避 A、92。やばいな、これ。これひどいですね。起用法、人気者、積極守備。オーマイガー、最悪だ、これ。じゃあ、このバッターで、ペナントの方回していきたいと思います。コメント欄書いておくので見てください。はい、じゃあまたですね、このピッチャーとバッターの方また作っていきたいと思いますので、またそちらの方でご会いしましょう。じゃあご視聴の方ありがとうございました。